はい、出してるぞ。声聞こえる？これぐらいの声で大丈夫？あんま OK 声喋ったら隣聞こえるんだよね。声 OK？ それてんやけど。今洗濯やってるんだよね。え？これ今度なんとか、いやもう、関係ない。今度やろ。俺から別にどうこう言うつもりなんで。はい、ルールじゃん、いらっしゃい。でも、動物、好きなのかな？だって俺飼ってないで。家にペット飼ってない俺。だけどさ、動物がね、じゃね、あのね、感情があんのよ。動物って ね動物の動き見てたら分かんの、何考えてるとかね、今どうしたいとかね、まあ、俺一応ね、それ自分で分かってるつもりなの、自分で思い込んでるかどうか分からんけど ねそういう目で見てんの俺動物ってね。水分取るよ、うん、言うたらいたずらするよお前それ。むつごろまでいけんけどな、だいたいわかんのよ。人間じゃさ、せろ、だって家畜飼い慣らしてんから、せろ、わかる？家畜飼い慣らしたりするぐらいからな、そんな能力あんのよ。まあ俺も人類の一員やからさ、そういったさ、能力は多分あるんで、ちょっとあるんやろ、多分な。ルルちゃんいらっしゃい、すまん、ありがとうございます、どうも。すまん、どうも。動物のいろんな性格あんのよ、ね、そんなんも大体わかんの俺ら。あ、どうもいらっしゃい。コップ持ってコップな。ちょっと待って、コップ持ってくる、コップ。またいらっしゃるの。北海道で全く虫出ないかな、うん、いやもう帰ってるで、もう帰ってるで、まだ北海道やけど、ね、もう一応見どころ見たんでね、見どころっていうかさ、だいたい俺の目的達成したんでね、もうあとは帰るだけ。最後で行ってきた、うん、まあ、なんかあれやな、あれ知床が一番面白かったからね。知床とえりも岬な、前半よ、やっぱ前半面白かったな、うんうん、全く会ってない、知らんもん、その人今度の友達やろ、まだ知らん、その。北海で宗谷のあの辺が、あ、そうなん、ポンちゃんの彼氏、そうなん、あの辺な、でもキツネとかタヌキとかもあるじゃん、詳しいだろ、あ、いっぱいあるで、
動物だらけやもん、それ。北海道涼しいよ。めちゃめちゃ涼しいわ。もうこれ、俺これエアコンないで、この部屋。窓ちょっとしか開いてないで。窓し、ほでも閉まってるもん。あ、そうなん。窓な、ここしか開いてないもん。この窓。あとでもないもん。上もな。上の窓も全部閉めてるしな。ドアも閉めてるし、これね。暑ないよ、全く暑ないよ。ラノコママ、あれ、北海道だったな、あれ。お声がいらっしゃい。あれ、北海道だったん。自分は絡みないし、あのね、コメントも見たことないし、ほとんど見てないから。晩飯後でアップするわ。うん。上代軍の近藤。別に何も話してないよ。放送で言うほどのこと話してないんで。兄弟部の近藤、何したんやつ。A 部逃げてんの。これあの、宮部君と揉めてんじゃん。実際ね、ほんまに揉めてるかどうか知らんけどな。はい、ラークさんいらっしゃい、どうも。あの二人より、まあ、うん、ラークさんね、どっちでもいいっすわ。うん。興味ないもん。エイブがどうなろうがね、近藤が何しようがね、全く興味ない。思いません。知ったことないもん。結局帰らずいきなり、そんなんもね、もう近藤のすることね、全部さ、大げさ、台本、誇張とかな、だろ。だからこのね、もうね、あの、うん、あの、真剣にやんないんじゃん、言うて悪いけど。人たちがその、いや、うん、台本、全てが台本って言うんやけどな、大げさとかな。あいつの歌とかうまいんよ。ちょっとのこと大げさにしたりとかな、じらしてみたりとかな。わかる？そんな知恵だけ回んのよ、あの人ってな。うん、とにかく目立ちたいんよ。フレンドリー雰囲気予想いたい。彼女とラブラブ予想したい。な。喧嘩シーン見せたい。すべてがすべて大げさ。誇張してんのよ。あの人ってな。電話とか。あるよ。おはようございます。まだ、はい、まだ北海道です。はい、今あれで、橋の方ですわ、北の方ですわ、稚内の近くです。はい、じゃ
兄貴、ちょっとそれちょっと今すぐ返事できない、ちょっと待ってくれます兄貴。はい、ね、はいはい、何今放送してるんですか。あ、そうっすか。あ、そうっすか。あ、まあ、特にこっちの方は、はい、移動がないです、はい、ちゅうか、兄貴、あいつから電話ありました。玉袋が電話ありましたよ。いや、何も兄貴のことはもう一切何も言うてませんでした。なんか、これ、なんか、自分、チアルマスターと俺飲んでたでしょ。あ、そうですか。これは、自分、チャールマスターのとこでね、兄貴のことなんか昔言うてたけど、あれは玉袋の全部絵描いたんやろって俺言うたんですわ。チャールマスターにね。おい、チャールちゃんが、ああ、まあ、だいたいそんな感じでって言うてたんですわ。玉袋その放送見とってね、これ、浜ちゃんなんであんなこと言うんやってな、俺が全部悪者になってるやないかって、玉袋俺に言うてきたんですわ。ねえ、だからそんなんな、たまちゃんもな、そんなんな、もうあんたが絵描いてるの丸分かれからさ、なんでやろって言うたんですよね。そういうとこあるから、兄貴ね、はい。そうですね、はい。自分ね、兄貴とまだね、顔はね、兄貴といいだなと思ってるんですけど、はい。わかりました。はい。行った、兄貴ね、ボンには一回ちょっと地元に帰りたいんで、そっからまたね、予定組んで、まだ兄貴電話させてもらいますんで、はい。すまいじゃん、どうも。すまいします。ごめんなさい、すまい。すまい。いや、でもちゃうよ。じゃあ、そう褒め言葉ならんのよ。大手じゃないけど人気者とかな。わかる？そんなんだよ。全く嬉しいこともあんのないよ。うん。ちょっと待っててな。あれ取ってくるわ。洗濯物取ってくるね。ちょっと待っててよ。いや、近藤組長にもうええってねえ、近藤のな、そのなんかそのな、囲いが言うてんの丸分かりなんよな。関係ないことないけどさ、ねえ、そんなベタベタに絡むつもりないんでね、近藤とね、言うとくけどね、うっとしやろ、うん、ええ加減せなかったお前な、うん、近藤のサクセスストーリーのな、わかる？近藤のサクセスストーリーのさ、な、俺がその協力者になるつもりないからさ、近藤だけちゃうけどな、しょうもないな、これ。なんでその回し一家の人出てきたん？どんな事情で？
俺見てないから知らんけどさ。小池、すまんの。今言うた通りから小池ら。聞いてた？兄貴との会話聞いてた？小池。玉袋と俺のいきさつ聞いたのかな。わかったやろ。なんでお前に言えんかったかって言うたら、説明するの面倒くさいんよ。わかる？絶対配信上で会話で話題出るからな。それでもな。な、わかる？お前に説明してな、また誰かに説明して、この人に説明してってな。何べんも何でも説明するの面倒くさいからな。だからお前も、あえて無視してな。お前の質問あえて無視してな。な、誰か重要な人からな、かかってきた、で、俺とこ話来た時、パッて言うつもりやったの。悪いけどな。小池後回しして悪いけどな。めんどくさいよ。お前のこと言っとったよ。お前のこと言っとったよ。見てるで、玉袋。ツイッターとか。みんな心配してることで言ってたらさ、言うてたら、小池かとか言うてたよ、ね。みんなお前、たまちゃん復帰、みんなあれやで、みんな復帰してほしいって言うてるでって言うたんよ。言うたらな、小池とかかとか言うてたよな。たまご、そらお前な、若い人やのにな。小池な。そら元可愛い若い人やのにな。そらな、覚えてる、な、忘れてるはずなんや。健在よ。健在やったその。健在やったけどもな。配信やる気ないわ、あの人。浜だらか書いてるのこれ。浜だらかよ。知ってる？浜だらかって。でっかいか。たまらんな、これ。ちょっとこれ、霊感いいんならんよ。わかる？俺別にこの体の線見せて、やらないじゃん、別にアピールしてないんだよね。入院してたんですよ。玉袋やろ？言うとったな、うん。ちょっと体悪した言うとった、うん。それ台風大丈夫かな？俺船乗って帰りたいんやけどな。船乗ってよ。台風大丈夫かな？今進路どうなってる？台風の。体は芸之助？もっとあれし、なんで芸之助って女にモテるか言うだろうが。な。なんで芸之助ってな、みんな、ギャー、さば、芸之助ってな、みんなさばがれてるか知ってる？な。どう？見た目だけでな。強さちゃうで。身体能力抜きでも見た目だけでなんでモテるか、なんで分かるか、はい。バランス取れてんのよ、分かる？頭蓋の大きさとか肩幅とかな。な、身長とかな。バランス取れてんのよ。あの人ってな。だからな、モテんのよ。わかる？ぶっちゃけモデルみたいな感じよ。モデルみたいな感じなんよ。だからモテんのよな。そうそう、それ、かっこいいっていうか、それよ。見た目がそれや、それやからよな。別に俺、張る必要全くないもん。な。台風3つもあんの？あ、次来てんの？大丈夫かな？
あれ、栃木で一番ででかかった族の、あ、そうなん、え、そうなん、そうなん、また族ってまたあったんや。あの慶之助何歳よ。米寿太郎と一緒ぐらいか。米寿太郎今何歳、35歳ぐらいか。37だよ。兄どうもすみません、ありがとうございます。まだ暴走があったんかな、その人のその人らの時代でもあったんかな。なあ、悠々と、え、電話しろのやのに、いや、そう騒いでもしゃあないんですよ、あれやのに。あの、どう言ったんやかな、仮想生主やのにな、その仮想生主やのに、そうやろ、頑張ってもしゃあないん、小池キュービーさんの、これ、あずま、いらっしゃい、どうも、ありがとうございます。頑張ってもしゃあないんよ、な、チーマートが、で、GANG って何？ギャング？チーマートがギャング、暴走族いろいろ。暴走族いろいろあるからな。なんかレーシングタイプのとかさ。レーシングチームっぽいやつとかさ。チーマートがさ。グレンタイ暴走族とかな。俺らそうやったもん。グレンタイ暴走族よな。一周回で行ったら絶対ヤクザ来んのよ。おおってな、車乗ってな。おい、うっすうっす、頭下げんのよ。うっすうっすな。俺らそんなんやったもん。な。ちょっと遅刻したらヤギ入んのよ。な。ちょっとその時間に間に合わんかったりしたらな、ヤギ入んのよ。そんなんやったよ、俺ら。浜田さん、アウトサイダーで、格闘技？いや、出ません、出ません。しんどいもん。しんどいもん、その。また、いや、もう帰ってるもん。帰ってる、うん。あれがしん、怖い、あれが怖いんよ。あの、台風かな。いやもう、チーマーね、チーマーって知らんじゃん。俺ら自分とチーマーってなかったもん。もう暴走族、その、暴走族で終わったんじゃん、和歌山って。それ以上に発展せんかったじゃん。あ、一回暴走族、うさぎ番長いらっしゃい。ちょっと下火になって、そこからなんかレーシングチームみたいなの出てきたけどな。男と女集まってさ、駅前とかにな。これその何かな、車よ、ステッカー貼ってさ、フロントにさ、そんな、みんな男と女乗ってな、ぐるぐるぐる回るやつ、何時もか知らんけどな。そんな、そういうチームあったけどな。うん。そっからもう何、なくなったんだよ、多分、分かる。もう知らんのよ。興味ないんよ、こんなの。うん、全く詳しくないよ。そのチーマーヒは知らんのよ、マジで。知らんのよ。そんな語る年でもないもんね。
山ロン毛アメカジ、その痛かったじゃん、うん、もうその話やめとけ、知らんのよ、知らんとか忘れてるかわからん、うん、興味ない、もともと そのジャンルに興味ないんだよね、もう悪いけど、うん、ライトライザー、あ、有名やな、有名やな、みやびくん、あ、みやびくんいらっしゃい、どうも、お願いします。北海道、よかったわ、みやびくん。北海道最高。うん。また来たいなと思ってますね。過ごしやすいしね、自然が豊かでね。うん、来てよかったっすわ。はい、関西戻っても、まだまだ猛暑です。いや、もう、したやろ。暑さになるよ、さ、もういつまでこんなとこおってもしゃあないんやろな。冬はいかんわ、冬はいかん、うん、なんで玉袋は携帯、いや、それ俺昔から変えてないや、俺昔ずっと、何年と、14年ぐらいか、アイヌ文化に、いや、アイヌ宿で泊まったもん、やるんで、うん、なんか飯食えなかったもん、ね、玉袋が番号消したんでしょ、うん、俺買えんもん、その頻繁に買える人で言ってるやん、あれなんなんか、なんなんすかね、携帯さ、これ今変わった、これ変わったとか、ね、3ヶ月に1回変わった、変わったとか言うあるやん。そんな人おれへん、たまに。あ、なんなんやろな。俺らずっと一緒に番号使ってるで。うん、ああいうのに止まりましたね。わっちゃいましたよ、でも他社に乗り換えとかないない、ないよ、うん、ああいうので食べたかったんよ、食べた、俺基本飛び込みやろ、宿ってさ、だからやっぱり飛び込みしたらもう素泊まりになるのよ、大概終わるか、終わっていいっすか、もう終わりますよね。また明日ね。また明日ね。